まもなく FOI ラジオの時間です。皆さんこんばんは、オカルト捜査官の FOI ラジオです。本日の担当捜査官はナンバー39の D 山本とナンバー41の K 横山でお送りいたします。お願いします。この番組はオカルト初心者の我々がオカルト捜査官に扮し、一般人による一般人のための怪談をテーマに、身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを捜査し、皆様にお届けする番組です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、反省して、はい、高めで、そう、ちょっとすごい初期のさ放送とか聞いてたらさ、うん、俺めちゃくちゃ声高くて、そんな高かったっけ、うん、皆さんこんばんはみたいな元気もあるしみたいな感じでやってた。好青年っぽい感じでやってたんだけど、最近もう皆さんこんばんはみたいなどうもどうもみたいになってたからちょっと初心忘れるべからずだなと、はいはい、思ってちょっとやったんですけど、もう持たないですねもう無理でしたもうあの時のあの声は出せないですまあ、途中から変わってもあれだし、ね、そうだね、うん、そうだね、そうそう、だからまあ、はい、こんな感じでやっていければと思っていますけど、はい、今週もですね始まりました。はい、どうですか、なんか最近は。最近ははい、あんまないですね。ちょっとそうですよね。そうですよね。まあまあ、この前のね、はい、あのライブの配信でも話してもらったんで、はい、あれなんですけど、俺なんかさ、はい、最近聞いた話で、はい、面白かったというか、と思ったのが、高尾山のさ、うんうん、方にさ、裏高尾ってあるでしょ、なんか。あ、そうなの。なんか高尾山の裏の方。裏から登るみたいな。裏高尾みたいなのがあるらしくて、で、そこに、うん、お墓があるんだって。へえ。トンネル抜けてみたいな、うん、坂の下みたいなところにお墓があるらしくて、うん、で知り合いの人が、うん、まあ、その人変な人なんだけど、その人自体も、うんうんうん、あの普通に会社の9時ぐらいから行くじゃん、出社するじゃん、はい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 、9時ぐらいから、うん、その前の朝の5時ぐらいから釣りして、うん、2、3時間釣りやってから、うん、会社にあのクーラーボックスに魚いっぱい入れていくみたいな。すごいこと釣るね、変な人なの、うん、まあ、その人が、うん、なんか心霊スポット誘われてみたいな、うん、に行ったんだって、はいはいはい、でその行った先がその今言った裏高尾のあたりだったらしくて、うん、でもその人全然そういう心霊とか全然信じてなくて、はい、でと男友達 3,4 人で行ってみたいな感じで、うんうん、そのトンネルかなんかを抜けて、うん、でこう坂をさ下っていったんだって、はい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 、で下ってって下のところ砂利道みたいになって、うん、でライトついてるからパッて照らした先がお墓になってて、はいはいはい、うわー気持ち悪いみたいな、で、うん、降りていく気になれなくて誰もちょっとビビっちゃって、うん、はいはいはい、でさすがにまああれだから帰ろっかって言って、うん、その砂利道のところで何回かこう切り返して、うん、頭をこう返してそのトンネルの方に向かってさ、うん、なだらかなこうカーブを登ってってたの、はいはいはい、そしたら急にエンジンが切れたらしくて、怖っ、うん、で後ろに下がっちゃうじゃん、うんうんうん、でブレーキ踏んでも効かないんだ、うんうんうん、え、やばいやばいやばってこのままさ崖落ちちゃうじゃん、やばい、ね、崖というかその落ちちゃうじゃん、うん、ガードレールとかぶつかって、でどうしようどうしようと思ってハンドルを握れなかったんだって、その、うん、バックしながらになってた、要は、ね、うん、どっちに切ればいいかとかとっさに分かんないじゃない、そう、ね、しかもブレーキも効かないでパニックってて、うん、なんかハンドル持ってなくてお前やばいよみたいな、早くしろよって言ってたら、うん、ハンドル触ってないのに、うん、車が勝手にその坂のカーブをなだらかに曲がって、こう S 字みたいな感じでこう、うん、なだ本当にハンドル触ってないんだって、うん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 、でブレーキも踏んでなきゃ効かないでなだらかにその下がってってお墓のところに戻っちゃった。何それ。でやばいやばいっつってエンジン何回もやってかけて切ってってやったらやっとかかって、うん、その後また必死に逃げたけど、うんうんうん、ら別に大丈夫だったらしいんだけど、うん、意味がわからんかったです。怖っ。のやっぱハンドル触ってないのに、うん、そのハンドル勝手に動いてというか、うん、でこうそのカーブをバックで、うん、運転うまって言って運転うまいなそれみたいな、オラオラっつってそうそうそう話になったけど、うん、みたいな話を最近聞いて、へえ面白、へえそういうことあるんだなと思ってさ、うん、高尾割とね、うん、近いからね、近いじゃない、うん、行ってくれば裏高尾俺は行かない一人で俺は
やっぱりなんかね、うん、心霊スポット行くのとかは俺らは違うかなと。あ、そうだね、うん、そういうことにしとこう。ちょっと違うかな。そうそうそう、ちょっと違うかな、うん、俺らはそういう感じでもないかなと思ってね、言ってないですけど、そんな話を最近聞きましたけど、はい、ね、なんか俺も、うん、なんかもう一個お墓の話で、はいはいはい、で、あのこれもまた変な人なんだけど、うん、俺らと同い年の人で、なんかね、青山霊園で寝泊まりして、ね、何それ、どういうことなんか、うん、飲みすぎちゃってお金がなくて、ああ、はい、家も住めなくなっちゃって、うん、はいはいはい、でその大家さんに家を追い出されてみたいな、うん、でも荷物も少ないから気の向きのまま家を、うん、部屋を出て、うん、家賃もすっごい安いアパート出て、どこ泊まろうかなと思って、うん、でなんかね、夏だったらしくて、うん、で蚊とかがめっちゃいるじゃん、はいはいはい、公園とかで寝ると嫌、ね、だなと思って、うん、なんかしかも暑いしと思ったら、うん、お墓は涼しいっていう話を聞いたらしくてお墓、この辺でお墓、お墓って思ったら、うん、都内ででかいの青山霊園だと思って、うん、青山霊園にね、あの 2,3 週間寝泊まりしてた、警備の人とかいないの？あ、いるんじゃないかな。そうね、どうなんだろうね、うん、寝泊まりしてたらしいんだけどね、寝てるとね、なんかこそこそ話がずっと聞こえるっつって、周りでこそ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 話聞こえてたらしくて、うん、でもその人よく飲み屋でも寝てるんだけど、うん、飲み屋で寝てるとき周りの人みんなやっぱこそこそ話すって、まあそうね、寝てる寝てるみたいな、大丈夫なの？大丈夫なの？みたいな、だからそれを墓場でもやられてたんじゃないのみたいな話、大丈夫、誰誰誰誰これ何やってんの？やばくない？みたいな言われてたんだろうね、を言われてたのかなとか、そう、そんなお墓にまつわる話1話でいいじゃないですか。いや1話じゃないでしょ、これオープニング、どう考えても1話ではない話だったから、うん、へえ、面白い。まあまあ、高尾の話はね、うん、まあ、ちょっと吉嶋1話にできたかもとは思ったんだけど、いやでも多いよやっぱり八王子の方とか、うん、聞いてると。そうね、その地元の人は結構みんな体験してたり知ってるみたいなのある、八王子に生きる人たちの中には。ありますよね、うん、ちょっと収集を、はい、続けます。そう、まあちょっと全然超無理やりさ、はい、俺今日何の話するか忘れてたからさ、うん、無理やり今のとこからつなげると、うん、まあどっちも山とかさ、はいはいはい、虫がとかさ、うん、だからさ、ちょっと虫の話ということで。お、虫の話。そうそう、なんか今日ね、うん、面白いことに虫の話、うん、が2つ集まったんで、うん、ちょっとその話をできればなと思っておりますので、はい、はい、ちょっとお話できればと思っておりますすっごい重複してる文章。もうね、収録終えて配信終わって収録だからさ、はいはいはい、脳が疲れてるよね、うんうんはい、というわけで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで本日1話目のお話なんですけれども、はい、まあ、冒頭で申し上げた通り、今回2話とも虫関係の話なんだよね、うんうん、でなんかね、どっちの話もまあまあ聞き終わった後に皆さんで判断してもらえればっていうところであるんだけど、思い込みといえば思い込みなのかなみたいな話なんだけど、うんうん、1話目はまあ、じゃあまず話していくと、これ聞かせてくれたのが S、うん、S 県に住んでる人の話で、この人ね、今ね、俺らと同い年ぐらいなんだけど、うん、多分ね、20後半か30ぐらいの人なんだけど、うんうん、から聞いた話で、この人、生まれもその S 県のね、生まれから高校まで S 県行って、はいはい、都内の大学に来てて、で、就職もこっちにしたんだけど、うん、今、その会社の転勤というか、の先が実家の近くになったんだって、また。うん、だから、その辺に、まあ、住んでるみたいな人なんだけど、この人が、高校生の時に体験した話らしいんだけど、うん、まあ、バスケの部活をやってたのって、うんうんうん、で部活やって毎日こう、まあ、遅くまで練習をやって帰ってっていう生活をやってたらしいんだけど、まあ、それこそ今ぐらいの季節、夏前ぐらいの季節にさ、友達とその部活終わって一緒の方向になってる友達がいて、一緒に帰ってたのって自転車で、うん、で帰ってる時にめっちゃさ、顔のあたりにさ、ずっと虫が寄ってくることってってあるじゃん、うんうん、あるね、ハエとかがさ、うん、なんで俺んとこだけ来んのみたいな、うん、でその時にめっちゃでかいハエ、うん、みたいなのがしっかりは見てないんだけど多分ハエ、うん、
クマバチぐらいでかいイメージだったし、はいはい、ぶつかってしっかり分かるやつ、ね、そうそう、はい、みたいなのがずっと顔の周りを飛んでたんだって、うん、その校門出てからじゃないけどその友達と学校出て自転車乗っててもこう近くに来て、うん、で顔のあたりに来るからなんだよっつって払ってもまたやってくるみたいな、うん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 、でその友達どうしたのっつったらえなんかすげえでけえ虫が飛んでてって言ったら、うん、えそんな飛んでるみたいな話になりながらでもなんか虫がいてっていう話をしてで走っててで本当にずっと来るんだって、うん、やめろやめろみたいなのやっててで友達と最後のところで別れたんだって、うん、で別れて自転車乗ってたらやっぱりそのすっごいでかい虫が顔のあたりを飛んでるんだってほうほうでうわやめろやめろってやってたらそれが耳の中に入ったんだって、耳の中にバッて入ってきて、うん、わかるじゃん、うんうん、入ってきたのがうわ入ったって思ったら、うん、意識飛んだんだって、で、うん、目覚ましたら、うん、病院にいたんだって、うん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 、で事故に遭ってたんだってでね、うん、足折っちゃってたらしいんだけど、うんうん車に轢かれてたんだって。へえ。自転車乗ったまま、うん。で、何より変だったのが、うん、その友達と別れてから、うん、自分の家って、うん、ほぼ一本道なんだって。はい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 。でも住宅街の道なんだって。ずっと、うんうん。だからもう本当にもうそこから数分のところに家はあってっていう感じなのに、うん、その車に轢かれたっていう位置が方向で言うと。反対方向に近いんだっての方のちょっと大きめの通りまで戻ってるんだって、うん、航路的にもう友達とそのまま学校から帰ってきたらもうそのまままっすぐ行けばいいのに、うんうん、ちょっと戻って別の方向に行ったところの道路で引かれてるんだってへでなんでそこ通ってたのみたいな親にも聞かれたんだけど、うんうん、いや俺あそこで友達と別れたはずなんだけどみたいな、うん、ってんだけどでもそこで引かれてるからあんたなんかどうしたの大丈夫みたいな話になったんだけど、うん、結局自分がなんでそこに行ったかは分かんなかったんだへで意識はもう完全に飛んじゃっててその友達と別れてちょっと行ったところで、うん、っていうのがあったんだけどその友達が病院にお見舞いに来てくれたんだって、うんうん、お見舞いに来てくれ大丈夫みたいな、うんうんうん、話になっていやまあまあなんかでまあ足骨折したけど大丈夫っていう話になって大丈夫だったんだけどその友達がお見舞いして来てくれてる時にまた病室に虫が見えたと思って、うん、うわうわって払ってたら、うん、友達どうしたのみたいになってていやいやなんか虫飛んでないって言ったら、うん、飛んでないよみたいな、うん、なんかお前この間もそんなこと言ってたよねみたいな、うん、おいやなんか虫飛んでると思ってって言ったけどしばらく落ち着いたと思って、うん、いなくなった虫と思ったらその友達がまあお見舞いを終えて、うん、病室を出て行こうとした時に、うん、また虫が現れて、うん、友達の耳の中にスポッと入ったのが見えたなって、うんうんうん、黒いのがスポンと入ったのが見えてえっと思ったんだけどまあ大丈夫かと思ってそのまま友達を見送ったんだって、うんうん、そしたらその日のうちに同じ病院に友達が運ばれてきて、交通事故に遭ってたんだって、うん、でまあまあ命には別状なくて、うんうん、で彼もまあ軽い怪我で済んでたらしいんだけど、うん、その病院から家に帰るのと、うん全然関係ないところで彼も自転車乗ってて、うん、彼もで事故に遭って病院に運ばれてきたへえで同じような証言というか、うん、なんかいや病院出たぐらいまで覚えてるんですけど、うん、みたいなその後が分かんないんだよねみたいな感じでへ、うん、何だったんだろうねって思ったっていうのが高校の頃にあったのってでね、うん、まあそれだけのことって言ってもまあすごい事件だと思うんだけどそれだったら忘れてたんだけど、うん、ずっと忘れてたらしいんだけど、まあ、今彼30ぐらいになって、うん、で数年前からその自分のさいる県のところに戻ってきて会社ので、うん、今働いてる実家の近くで、うん、なんでこの事件を思い出したかっていうのがあって、うん、会社の先輩らしいんだけど、うん、事故に遭ったんだってほうほうほうでその人は歩いてたらしいんだけど、うんまあ、車と接触して怪我をして病院に入院したんだけど、うん、大丈夫ですかってお見舞いに行った時に、うん、これと全く同じような話を聞いたのへえなんか変な虫が飛んでてさ、うん、みたいな、うんうんうん、で俺なんか口に入ってきたらしいんだけど、うん、その時は、うんうん、口に入ってきてうわーってパニクったら記憶飛んでてみたいなうーんで
気づいたら病院にいたんだよねって話になったんだけど、もうなんでこの話が持ち上がったかっていうと、うん、先輩が事故に遭ったのって会社の帰りなのね、うん、で保険が降りる降りないみたいなのですごい揉めたんだって、うん、なんでかっていうと先輩が歩いてた道っていうのが、うん、通勤の道じゃなかったかなんかで、なんかわかんないけどそういうのがある、はいはいはい、あるんでしょ、なんかその通勤途中のなんか事故として労災が降りるためには、うんうんうん、その決まった道というか、うんうん、じゃなきゃいけないんだけど全然関係ないとこ歩いてて車と接触して事故に遭ってたから、なんか労災が降りないみたいな、うん、でなんかなんでそこ歩いてたんですかって言われてもなんかちょっと覚えてなくてみたいなので、うん、仕事終わった後でなんかお酒飲んでたんじゃないかみたいな話とかなんかあって、はいはい、だから会社の仕事と別のとこだから、うん、労災降りませんみたいな話ですっごい揉めてて、でこの話をいやなんか変な話なんだけどって言って聞いて、うん、思い出したのよ。へえ。だから、うん、なんかこういうのってあんのかなって思ったらしくて、うん、虫、うん、が自分の中に入ってきて、でなんか俺この話聞いた時に思い出したのが、うんうんうん、あの虫師っていう漫画の、はいはいはい、虫三つの虫、うん、なのかなとか、はいはい、ちょっと思ったっていう話だけど、うん、っていう話を聞かせてもらいました。ありがとうございます。FY Radio。 はい、というわけで本日2話目のお話なんですけれども、はい、これはですね飲み屋で一緒になった愛さんっていう人から聞いた話で、はいはい、この人今ねもうすぐ多分40歳ぐらいの年齢の人らしいんだけど、うん、が中学生の時に、まあ、体験というか間近で見たというか、うん、いう話なんだけど、ちっちゃい頃さ、うん、周りでさ虫とかをさ、うん、殺してる子とかいなかった？まあなんとなく覚えはあるっちゃあるかな。なんか小学生とかでさ、うんうん、なんか俺の近くにもいたんだよね、なんかあの虫眼鏡とかで、うん、アリ焼いたりとかさうん、うん、いたでしょ、はいはい、とかあのアリの巣に、うん、お水をすごい大量に入れて、はい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 、全部殺すみたいなさ、うん、こうやってやってる人とか、まあなんかそれを可愛いもんだとか言っちゃうのはあれなんだけど、うん、まあでもなんかそういうさちっちゃい頃の小学生ぐらいの、うん、まだそういうののわからない遊びでさ、うんうん、そういうことしちゃう子とかっていたじゃん。いたいた。ででもそれを割と中学生とかになっても続けてるタイプの子ってたまにいて、うん、俺らの中学はあんまいなかったね、うん、そういうタイプね。うん、そうだね。いなかったと思うんだけど、まあその愛さんが、まあ、友達というかそのよく近くに住んでて遊ぶ何人か、うん、3,4 人のグループでもないけど、まあなんかその中に1人いたんだって、はいはい、そういうタイプの男の子がいて、うん、で結構虫を殺して遊ぶのが好きで、で、まあ、住んでたのが、うん、まあ、これ別にどこ行って行ってもいいんだけど長野の方だったらしくて、うん、虫がめっちゃでかいんだって向こうって。こっちに来てすごい驚いたのが虫がちっちゃいことに驚いたらしいんだけど、うん、向こうってアリとかでもめっちゃでかいらしくてですごい大きいんだって、うんうん、でなんかねクモの名前の種類は分かんないんだけど、うん、まあクモとかがいて、うん、でその、まあ、愛さんの知り合いの男の子は、うん、そのクモとかを捕まえると、うん、足を揉いだりとかするんだって。一本ずつ足揉いでいったりとか。でカマキリとかも捕まえたら、うんうん、なんか体の部分が細くなってて、はいはい、とかなんかその腕を揉いでとかなんかそういうことして遊ぶんだって。アイ、うん、さんはそれ見ててすごく嫌だったんだけど、うん、まあなんか周りの人たちは自分は手を下さないまでも、うん、それを見てるのは好きでみたいな。であんまさ、まあ、中学生だから絶対ダメなんだけど、うん、タバコ吸ってたりとかして、うん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 、でなんかその夏になるとセミとか捕まえて、うん、そのセミにタバコを押し当ててとか、うん、ですごい暴れるのとかをゲラゲラ笑いながら見てるみたいな、うん、で愛さんはすごい嫌だったけど、うん、まあ、そういうこと遊びをする子がいたんだって、うんうんうん、でそんな時に中学校で、うん、雲が出たんだって、はい、放課後かなんかにみんな残ってる、うん、その、まあ、いつもの 3,4 人じゃないけど、うん、残ってる時に雲がいたんだって、うん、それでその雲が、うん、今までに見たことないぐらい膨らんでたんだって。なんか言い方が難しいらしいんだけど、うんうんうん、まあ、雲この種類の雲って言ったら、
この形ってイメージするのあるでしょ、うん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 、なんかそれが信じられないぐらい膨らんでたんだって。へえ。本当にまあなんか大げさかもしれないけど、うん、ピンポン玉ぐらいでかかったんだって。あ、そうなの。膨らみ方もぐらいに膨らんでて、でうわ何これキモーみたいな話になって、うんうん、でなんか動きも遅いしみたいな、うん、でまあ案の定その男の子に見つかっちゃって、うん、絶対にそれの標的になるじゃん、うん、でなんかこう足もいだりとか、うん、それこそしてまた遊んでたらしいんだけど、うん、最後になんかこれ膨らんでんの気持ち悪いから、うん、潰そうぜってなって、上履きかなんかで、ね、バーンって潰したのって、うん、その雲。そしたら子雲がうわもうね、うん、うじゃうじゃ、はいはいはい、ブワーって飛び出して、うんうんうん、まあ要は、はいはいはい、ね、子供が中にいた雲で、うんうん、ブワーって飛び出して、うん、もう本当にね20匹とかぐらいドワーってほんとちっちゃいのが飛び出して、うん、みんなパニックになってうわーってなってんだけど、うん、もうケラッケラ笑いながら、うん、その子グマも全部踏み潰して殺したの。怖っ、うん、でもうすごい気分悪くて、うん、さんうわーと思ってたけど、もうケラケラ笑いながらその人は全部殺して、うん、っていうのをあったんだって、うんうん、で気持ち悪いと思っててなんか気分悪いなと思って、うん、その日は終わったんだけど、翌日からその雲を潰した彼というか普段から虫をいじめてた彼が学校来なかったんだって、うん、来なくなって、で最初風邪かなみたいな、でなんか先生に聞いてみたらなんか熱出たみたいでみたいな話してるんだけど、うんうん、もうね休みの期間がね1週間2週間長くなって、へー、それで全然来なくなって、でねまあこれ結構話飛んじゃうんだけど、うん、先生から言われたのが、うん、その彼が亡くなったっていうのを聞かされたの、で、えってなるじゃん、うんうんうん、急な話で。そうだね。で急な話でなんでみんなえどういうことどういうことなんでみたいな、うん、普通に健康な子だったし、うんうんうん、なんで亡くなったのか分かんなくて、でも結局なんで亡くなったかっていうのは全然分かんなかった。へえ。教えてもらえなくて、うん、なんか噂にはなってんだけど、なんか病気だった、うん、なんかそんな話になって、でそんな時にさ彼が亡くなったってなってるけど、うん、教室の机は残ってるじゃん、うん、彼の机は、うんうんうん、でなんかそれを片すみたいな、うん、で机の中のものを片さなきゃいけないみたいになって、でなんか親御さんが来てみたいな、うん、物を引き取るんだけど、まあ、なんかそのそれを箱にまとめようみたいな話になって、うんうん、そのものを机から引き出した時に、うん、そっから大量の雲が出てきたんだ、うわーって出てきて、うん、でもうなんか教室中パニックになって雲がいっぱい出てきた、うん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 、キャーってなって、うわうわ気持ち悪い気持ち悪いってなってたんだけど、その時に愛さんはうわーあの時の雲だってなんとなく思ったの。あでもなんか雲がいっぱい出てきた、はいはいはい、で、まあ、まあ結局別にそれはさ、うん、まあ雲は殺したりとかみんなしたりとか逃げたりとかして、うん、みたいな感じでその日は終わったんだけど、その荷物は親御さんの元に渡ったのね、うんうんうん、で結局なんで亡くなったかは、はい、当時わからなかったんだって、うんうんうん、でも噂によると自殺したらしいっていうのだけ聞いて、へで自殺したらしいみたいなのを聞いたんだけど、うんうん、どうしてもなんでかみたいなのをさ、うん、聞けないじゃん、真相はわかんない、まあね、でもなんかお葬式にみんなで行ったりして、うん、顔は見たんだけど、うん、別になんか外傷とかはなくて、はいはいはい、だから本当に自殺だったのかなみたいな、でもまあそのことに関しては誰もコメントはしてくれなくてみたいな、うんうんうん、話になって、うん、中学生の時はそれで終えたんだ、うん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 、でそれから結構数年経って、うんはいはいはい、みんな大学とか卒業して、うん、で愛さんは大学行かずに就職して、うん、でみんなが大学卒業したぐらいのタイミングで中学校のクラス会をやることになったんだって、うんうん、でまあなんか成人式とかもあったけどみんなで久しぶりに集まる感じになって、でお酒も飲める場でさみんなで集まるのすごい久しぶりで、うんはいはい、で担任の先生も来るってなって、はいはいはい、でちょっと盛り上がって、うん、で初めて先生と一緒にお酒飲むみたいなさ、うん、にもあって、まあ、盛り上がってみんなでわーってクラス会やったんだって、うん、でその時に愛さんと他のその数人と先生が、うん、まあちょっとちっちゃいグループで話す機会があって、はいはいはい、その時にその虫を殺してた自殺しちゃったっていう噂の彼の話がポンって持ち上がった。あ、なるほどね。昔あの何々が自殺しちゃいましたよねみたいな話になって、うんうんうん、でまあ先生もちょっと顔曇ってて、あああったねみたいな、うん、でなんか あの時の
自殺って噂はあったけど、うん、結局誰も知らなくて、はいはいはい、本当のところは、うん、で何だったんですかあれって聞いてみたんだって、うん、愛さん。そしたらまあ先生もまあ普段は固く口をそれに関して多分、うんうん、結んでるんだけど、もうお酒も入ってるし、はいはい、こういう場だしみたいな感じで、いやなんかさみたいな、まあこれ言っちゃダメだけどみたいな、自殺なんだよねって言って、うんうん、で首吊っちゃって自殺しちゃったんだけどみたいな、でまあいじめの問題とかもさ、うん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 、あったのかなかったのかみたいなので問題になったけど、まあ実際にそういうのは全然なかったし、彼はいじめてたっていうのはなかったから、はいはい、別に親御さんもそこに関しては特にあれだったんだけど、うん、みたいな、あの最後数週間休んでたじゃん、うんうんうん、あの時に心を病んじゃったみたいで、あいつも親にすごい変な相談をずっとしてたんだって、うん、それが雲に食われるっていう夢を毎日見てたんだへっていう相談を受けたらしくて、うん、でなんかあの夜夢になると雲がうじゃうじゃこう自分のところに上がってきて、うん、自分が食われるっていう夢を毎日見ててみたいなのを親に相談してたらしくて、それでずっと気がめいっちゃって、うん、最終的に自殺しちゃったとかいう話なんだよねみたいな話を愛さんが聞いて、真っ先に思い浮かんだのは母雲というか、うん、膨らんだ熊をバチンと潰して子供を全部潰して、その直後だったから、うん、うわあの雲のたたりだったのかなって思ったっていう話を聞かせてくれました。FY Radio。 エンディングです。はい、はい、というわけで虫のお話でございましたけれども、はい、この虫が出がちな季節にもうね、いやもうだから持ってこいかなとちょっとでも、うん、1話目のさ話、はいはい、まあなんか俺もさっきも言ったんだけど、うん、虫3つの虫ってさ、うん、あの虫誌っていう漫画を昔読んでて、はい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 、うわなんかそれっぽいなみたいなのを思ったの、うんうんうん、っていうのもなんか三木大雲さんだっけ、うん、が怪談会とかに出た時に人の背中からひょいって虫を取るみたいな話聞いたことない？はい、ない。なんかねそれはね、なんかミミズみたいなやつでヒョロヒョロってやつらしいんだけど、あ虫ついてましたって言ってパッて取って、うん、なんか、うん、みたいな話を聞いたことがあって、それを別の怪談師の人が話してて、うん、松原谷さんかな、うん、かなんかが話してたのかな、背中からパッて取ってなんか、ね、手の中でうよいよ動いてるのみんな見えたのみたいな話とかあって、だから虫って存在するのかなってその話聞いた時にちょっとロマンじゃないけど、うん、思って、へえ、ハエよりでかいみたいな、うん、で人の体に入るみたいなの聞いた時に、なんか、うんうん、なんかそれってそうだね、うん、虫っぽいね、虫っぽいなと思って、うんうんうん、わかんないけどね虫がどういうものなのかな、うんうん、少なくともあの漫画の中で書かれてたやつとかってなんかそんな感じの生き物だったら、うん、本当にいんのかなと思って、へでもなんかそれってさ、その人たちのいた S 県限定のことなのか分かんないし、うんうん、偶然その戻った時に先輩にそれが起きたから、まあ、その地域のものなのかなみたいなのも思ったけど、もしかしてなんかそういうのってあんのかなってちょっと思って、うん、で記憶がちょっと欠落してるみたいな、はい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 、共通点があったりとかさして、よくさ魔が差すって言うじゃん、うんうんうん、あの本当に言葉として、まあ、あれはさ、はい、なんか悪魔が入ってとかさ、うん、それ良くないものがみたいなのがあったけど、あれってその同じものなのかな、うんうん、呼び方が違うだけで、なるほどね、悪魔って言われたり、うん、虫って言われたりとか、なんかそういう悪霊って言われたり、なんかでも実は本質的に同じもののことを言ってて、見え方が人によって違うだけなのかなとかちょっと思ったりもして、うんうんうん、なんかそんな感じの話だったよね、うん、面白い、そう、うん、でも走っててさ、うん、虫入ってくることあるじゃん、あ自転車とか出してて、うん、わーみたいなね、そう、ま、めっちゃパニクるんだよパニクるパニクる、うわーってなるじゃん、うんうんうん、そう、だからそんなサイズの虫入ってきて、まあまあ入ってきたって意識が人によってあんのかないのか分かんないけど、はい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 、あったらパニクるよなと思って、うん、へある、そういう記憶が完全に飛んじゃったみたいな、お酒まあやっぱお酒だよねぐらいかな、記憶が飛ぶ経験で。でもさ酒
飲んでる時とかで泥酔してる時とかもさ、うん、霊に入られやすいとかいう話あるじゃん。ああ取りつかれやすいみたいな言うよね。そうそう、なんか覚醒、うん、半覚醒状態の、ね、眠い時とかもさそういうのが入ってきやすいとか言うからさ、うん、部活で疲れた後とかさ、あなるほどね、で会社の後でしょ、うん、それも、うんうんうん、だから疲れてた時とかだから疲れるってその、うん、タイヤードの方のね、うん、疲れる疲労の方の疲れてる時だったから、うん、だから入られちゃったのかなって今ちょっと思ったけど、なるほどね、そういうのあんのかな、うん、記憶飛んだ、記憶飛んだ飛んだ、うん、どんなことしてた起きたら起きたらいろんなことしてたことある言えないようなことがたくさん、あそんなことしてたそんなあるありますよありますよ、ない逆に俺はないですね。あそう俺海が、うん、起きたら高田馬場のロータリーで寝てたことある、うん、あ高田馬場のロータリーの横の通路をちょっと上がったところの販売機の前で寝てて、うん、多分あの人に迷惑かけたくないから端の方端の方に行ったらそこにいて、起きたら着てた T シャツとカーディガンに、前も言ったかもだけど、うん、穴が開いてて肩甲骨のところに2つ羽生える、そう羽生えたのかな俺と思って羽生えたって思った。でなんか最後の目撃証言俺のは、うん、路上のストリートミュージシャンの CD の手売りを一緒に手伝ってたらしい、うん、手売りを手伝って、でなんか同じ大学の人とかにその CD を結構売ってたらしくて、うん、売り切ったかなんかで、で最後多分お兄さんが俺にくれたであろう、うん、その T あの CD を抱いて寝てたわ、うん、酔っ払うと素が出ると言いますから、まあ、そうどうしようもなく助けちゃうんだ、ね、そうそうめっちゃいい人なんだねじゃあ、わかんないけど、でもそれ記憶がマジで飛んだのは、うん、それぐらいかな。本当に時間のジャンプがすごい大きいのはそれ、なんかね5分ぐらいのことが飛ぶとかは、うん、なんとなくあんの、はい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 、なんかさ本当に酔っ払ってる時って時間の流れ変じゃん、うんそうだね、ゆっくりになったり早くなったり早くなったりするじゃん、うん、そうそうだね、死ぬほどね、俺もあなたも酔っ払ってるとさ、うん、なんていうの、煽られるとさらに飲むじゃん、うん、そうだね、負けず嫌いだからもう飲めないんでしょ、うんうん、とか言われたらさ、うんいや飲めますけどみたいな様式日みたいになってる、あの習慣が良くなかったななんかお互いにひたすら煽り合うみたいなね、うんうんうん、あもうあ全然無理しないで、うん、無理しないでとか言ってさ、無理じゃねえし、うん、みたいな、あれ知らない後輩とかにやるとものすごいビビられたりするもんね。そうで俺なんかその、うん、一番最近酔った時は、うん、なんか一緒に座ってたいけすかない野郎に、うん、バカみたいな煽り方されて、うん、ああ。いけすかないやつほどそれは俺買ってするじゃんね。自分は飲まないくせに、うん、そうそうそう、俺それでね、うん、チャミスルを一人でね 3,4 本一気に飲んで、もう飲めないんでしょ、うん、みたいなのをやられて、うん、すごい飲んで、うん、死ぬほど酔っ払うどうでもいい話だね、うん、あの時にだからなんか、うん、魔が差して飲んじゃったの虫が入ってきた、虫が入ってきてたかもしれないと思って、はあそうそう、いやだから本当にでもだから酔っ払ってる時って別にただそれだけじゃないけど、うん、注意しなきゃいけないのかなとか思ったり思わなかったり、両膝真っ青になってたことある朝起きてそれ俺と取っ組み合いしたからじゃない、いや違う、それは肘にちょっとの青あざぐらいだったけどやっぱりそれ酔っ払うと相撲したくなるからそうだよ、ね、あれだけど、なんで酔っ払うとあんな相撲を取りたくなるんだろうね。そんなさ、うん、一般的なこととして言わないよ、なんか俺の知り合いの先輩もインスタに足ギブさはめてる画像を上げてて、うん、どうしたんですかって言ったら、うん、いや相撲取っててっつって酔っ払って相撲取ったっつって取りたくなりますよねあ分かるみたいな、うん、あそれはね類ともだからそれ一般論ではないから別に腕相撲したくなったりしないのかな、しないじゃん、あそうか、うん、まあなんか飲むとね、うん、まあ多くの人が気が大きくなるから、うん、力を誇示したくなるんじゃないで負けるっていう、負けるそこまでね、負けるのが楽しいんだよね、うん、くそみたいなね。でも今鍛えてるからね、うん、次のでもさ鍛えてて、うん、ちょっとこの前、うん、あの久しぶりにその前のね住んでたとこでよくしてもらった人たちと飲んでて、はいはいはい、そこにすごいね100もう2メートル近い身長の、うん、なんか元プロバスケやってましたみたいな、はいはいはい、よくあのすごい可愛がってくれてる人がいて、うん、あの鍛えててみたいな話をしてて、うん、あ
やってるねみたいな感じでさ話してたんだけど、うん、なんかじゃあ腕相撲してみるって言って誘われてやってみたら、うん、もうびっくりするぐらい叶わなくて、それそうちょっとね今週ジム行けなかった、それでしょんぼりすぎてもう生まれ持ったあれには勝てない、あもう全然違うみたいな、あもうこれダメだみたいな、俺がどんだけ鍛えたところでこの人には叶わないんだと思って、うん、まあそれはね別にね生まれ持ったものとね、いやもうさそうそれでねしょうがないですよ、なんかそのそれこそかなり飲んで、うんうん、テキーラ飲む人がいて、うん、あのよくねかなり飲む方で、うん、それでサービスいっぱいもらったりして、うん、それの影響もあってほとんど内容覚えてなかったんだけど、うん、帰り道とか覚えてないなって次の日の朝思ったんだけど、うん、腕相撲に負けたことだけ鮮明に覚えてあの悔しさこの敗北感組んだ瞬間に分かるじゃん強い人って、あもう勝てない、うん、あこれ勝てないやつだ、ね、みたいな、あの、うん、刀をさ持ってさ退治した瞬間に勝てないって思うみたいな描写があるのと同じ感じあるよ、ね、あの日より半歩遠いぞみたいなバカボンのそう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 あの日より半歩遠いやめようやめよう吉岡吉岡吉岡やめよう吉岡弟でしょそうそうそうあの日より半歩遠いうおーっつって犬虫さ21巻ぐらいのやつだねそう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 懐かしいバカボンドそういい加減早く続き書いてよって思うちょっとただの雑談になってますけど、はいはい、まあまあまあそんな虫が入るという、はい、魔が差す魔が差す、はい、もしかしたらっていう話でしたけれども、はい、2話目の俺この話めっちゃ気持ち悪くて、あ気持ち悪いね、なんかねすごい想像できる、あのね、うん、虫のね殺し方の話もねすっげえ覚えててその人も、うんうん、ちょっともしかしてこの人もやってたのかなってちょっと思っちゃうぐらい、うん、なるほどね、うん、まあでも、うんうん、そういう人ではないと思うから、はいはい、あれなんだけど、でもすっごいその雲のさ、うん、ほんとピンポン玉ぐらいの大きさになってたんだって、うんうんうん、それをバーンって潰した瞬間にちっちゃいのがぐわーって出てきたっていう話が、うん、俺ちょっとそれを思い出しただけでちょっとゾワゾワっとして、それ怖いね、うん、いやなんかさうちの親父がさ、うん、虫とか見つけると、うん、まあ、子供がさ、うん、お父さん虫いる虫いるよって言って、うん、トンボとか捕まえてくれたりさ、うん、しかしテントウムシとか見つけると、うん、デコピンでさピンって弾いて、うん、飛ばしたりする人だったんだけど、それキャッキャッと笑うみたいなさ、はい、あの一回お父さん虫いるよって言って、うん、言ったの黄色いテントウムシがいて、うん、あ本当だっつって、チッチだ、俺がこう虫のことチッチって呼んでたから、チッチ、チッチいるじゃんっつってお父さんがあのギューってやってデコピンでパーンって弾いたの、うん、そしたら羽化したてのテントウムシだったみたいで、うん、そのデコピンした瞬間に、うん、その黄色いテントウムシ弾け飛んでファンって言ってうわーみたいなお前さ、お前この話聞いた後によくそれをさケラ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 笑いながらできるよねいやでもその時の衝撃を今でも覚えてるのよ、その弾け飛ぶ、うん、あのテントウムシとお父さんの人中指についた黄色いテントウムシのだったもの、もうさなんかその光景を思い出した、なんかその衝撃がさやっぱあるじゃん、まあまあ、それ、ね、それ以来やっぱ虫とかちょっと苦手になったし、うん、いやもうあなたのサイコパスは受け継がれてきたものだったんだっていうのがちょっとあチッチだっつって弾け飛ばすっていう一連の流れがあったのに、スパーンと飛ばしてアリとかさあチッチだってバーンと飛ばしてうわ飛んでったみたいな流れが、まあ、ちっちゃい頃あって、それ爆笑みたいなさ、俺と妹爆笑みたいなさお前だからだからさ、うん、やっぱりこの話をした後にそれをケラケラ笑いながらできる感覚がやっぱりおかしいのよ地続きじゃなかった、そこおかしいのよ、うん、でも雲の話めっちゃ怖いもんだと俺今聞いててお前この話だったらよくマジそれできるわまあまあ、はい、いやでもやっぱりね殺生は、うん、当たり前ですけどダメですから、うん、ダメですね、ダメですから、はい、と言いながら僕たちは G を殺すわけですけど、はい、怖いですからね、うん、そうね、向こうもとんでもなく怖いんだろうか、ね、でもなんかできるだけ殺したくはないよね、うん、そうだね、うん、外に追いやる形でなんか対応できないかなって思うけど、うんうんうん、そうだね、うん、なんか本当に最近、うん、テレワークしようと思って起きて、うん、テーブルに着いたらアリが3匹、うん、ちっちゃいアリね、うんうんうん、稀にいたりするじゃん家の中にいるね、なんかちっちゃいアリが3匹机にいて、うん、みたいな、アリ入ってきてるじゃんって言って、その前日とかにも1匹入ってるのを見たから、はいはい、もうあの
3匹ぐらい手の上に乗せてペッってベランダに捨てて戻って、うんうん、でふっという顔を見たら7匹ぐらいのアリがいてやられてるみたいないるいるいると思って、うん、でもなんかね最初3匹逃がしたけどちょっとその後の7匹はねちょっとティッシュでくるんで捨ててしまった。へえ。いやなんか今すごい思い出したのさ、前結構前に話したかもしれない話なんだけど、うん、ゴキブリを、うん、出さなくする方法みたいなのを、うん、知り合いの彼も YouTube やってたりとかする人なんだけど、うんはいはいはい、変なやつで、うん、なんかねゴキブリが1匹出たら、うん、まずそいつを捕獲するんだって、うん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 、でそいつをコップの中とかに閉じ込めて、うん、ひたすら拷問し続けるんだってなんかあの振ったりとかうわーってやったりとか、うん、なんか水かけて水攻めしたりとか、うんうんうん、もうめちゃくちゃそのゴキブリをいじめ抜くんだってでそうすると他のゴキブリが寄ってこなくなる。来ちゃダメな匂いがするんだろう。そう、なんかフェロモンみたいなの出してるのか危険信号が出てるのか分かんないけど、うん、ゴキブリが一切出なくなる。みたいな話があって、うん、でなんかそれを実際に俺の友達の家でやって、うん、そのまあそいつの家が結構築年数いってるところで、うんうんうん、下がねパン屋さんなの、うん。だからめちゃくちゃ出んのよ、うんうん、ゴキブリって。でももうどうしようみたいな業者呼んでとかでも結構高いじゃん業者呼ぶと。うん、でどうしようって言ってたら、うん、あ俺に任せなって言って、うん、こうやるといいんだよって。でそのゴキブリの拷問一匹捕まえてやったらピタッて出なくなったへえマジでマジか全く出なくなったへえ、うん、みたいな話を聞いて、うん、ちょっと嘘かまことかみたいな俺からするとねうん、うんうん、俺は話聞いただけで、うん、実際に前そこでゴキブリ見たとかではないから分かんないんだけど、うんうん、まあでもその住んでるやつからすると実感で全く出なくなったってそれへえまあでもそれ実行できないな。もう俺もできないわ。うん。まあでもチッチをね、うん、弾け飛ばす親の息子だったらお前できるんじゃないの？違う、だから俺もお父さんも意図してなかった。そんなこと、まさかそんなことになるって。いや、あのさ、まあ、チッチを、うん、が弾け飛んだのに関して、うん、その以前の飛ばされてた虫たちも、うん、多分全部死んでたよ。いやいやいや、アリとかだって、いくら高いところかもしれない、死なないっていうし。いやでもその、デコビンの衝撃ね。うん。絶対ダメになってるでしょ、どう考えそんなことない、大丈夫で虫って丈夫なんだから恐ろしいです、やっぱりあなたが一番ピョンって、まあまあうんまあ、そんなね、はい、これから夏に向けてのお話でございましたけど、はい、虫怖いっていうコメントあ、雲怖いっていうコメントをいただいた、そうだったね、うん、そう後にちょうどねそうちょうどこんな話集まったからへと思ってさせていただきました。チャンネル登録解除しちゃうんじゃないもうみたいなね、うん、だからこのサムネを雲とかにしてたら多分もう無理ですってなるね、なるかもね、うん、はい、クマさんとかにしようか全然関係ない足八本のクマ、足八本のクマはい、はい、ということで話させていただきました。はい、ありがとうございます、はい、何か告知などございますでしょうか。はい、お便り募集しております、はい、してます。身の回りの不思議な体験、恐怖経験などを、はい、文章にしていただいて、お送りいただければ、はい、お送りいただければと、はい、宛先は、宛先は foiradio1991@gmail.com foiradio1991@gmail.com、はい、ツイッターの DM でも大丈夫ですので、どしどしご応募ください。ください、はい、番組の感想などもそちらでお待ちしておりますので、はい、いただけると大変嬉しいです、はい、であとはあの週末はですね、生放送、生配信を、YouTube の方でやっていたりしますので、もしよろしければポッドキャストでお聞きの皆さんはぜひとも、はい、そちらの方も聞いていただければと思いますので、はい、アーカイブ残ってます。はい、はい、お願いいたします。お願いします。ということで以上でしょうか。はい、しましたら締めのお言葉お願いします。はい、いつかあなたの住んでる町へお尋ねします。オカルト捜査 F O I ありがとうございました。ありがとうございました。